ヨハンアドルフ・シャイベヨハンアドルフ・シャイベはドイツの作曲家。ライプツヒにオルガン製作者の息子に生まれる。1725年からライプツヒ大学で法律と哲学を学んでいたが、経済上の理由で断念した。やがてオルガンとチェンバローの教師となり、1729年には聖トーマス教会のオルガニストを目指したが、不採用だった。 その後も1735年までライプツヒで音楽教師、作曲家として活動した。1736年、ハンブルクに移動した。すぐに有力者のヨハン・マッテゾンとゲオルク・フィリップ・テレマンと友人になり、二人の支援を得て1737年から批判的音楽家という雑誌を刊行した。1739年、デンマーク王が支配する。 シュレース・ビヒホルシュタイン公領の総督、フリードリ・ヒエルンスト・フォン・ブランデンブルク・クルムバッハの、宮廷学長に就任した。1740年、フリードリ・ヒエルンストの姉・ソフィア・マグダレナが、デンマーク・オークリスチャン6世の日だった関係で、デンマークの宮廷学長となり、教会音楽、カンタータ、受難曲などを作曲した。さらにデンマーク発の音楽ソサイティを創設するなど、 精力的に活動した。その後、1749年に、ソンダーボルグに移住するものの、1762年に、再びコペンハーゲンに戻り、そこで生涯を終えた。カンタータ、受難曲などの声楽曲の他に、多くの競争曲、シンフォニア、ソナタを残している。また、フリーメイソンにも加入しており、フリーメイソンのための参加集も作曲している。 作風はフランス音楽の影響を受けたギャラント様式である。音楽評論家として批判的音楽家でヨハンゼバスティアン・バッハとゲオルク・フリードリ・ヒヘンデルを鍵盤音楽の偉大な作曲家と評価している。1735年にはバッハのイタリア競争曲に賛辞を送っている。しかし1737年にはバッハの音楽を人工的で不自然。 混乱した、様式、角に複雑なポリフォニーと批判している。これに対して、修辞学者、ヨハン・アブラハム・ビルンバウムが反論し、論争となった。1739年には、当時のドイツの優れた、作曲家として、フックス、ハッセ、ヘンデル、テレマンに次いでバッハを、第5位に挙げている。ありがとうございます。